ピエール・ジャケドローピエール・ジャケドローはスイスの時計職人である。1721年スイスに生まれ、1738年に息子であるアンディル・ルイ・ジャケドローとラ・ショードフォンに時計工房を開いた。その後パリ、1774年にロンドン、1784年にジュネーブに移住し、1790年に亡くなった。本業である時計や、 シンギングバードの販売促進のため、ジャンフレデリックレショー、息子と共に1768年から1774年にかけて、オートマタを制作した。ドロワー音楽家、ライタージャケド・オローの制作したオートマタのコレクションを1906年、ヌーシャテルの歴史考古学協会が7万5000フランで購入し、ヌーシャテルの歴史博物館に寄付し、 実際に機能する状態で3体が展示されている。これらは例えばタブという入力機器によって情報を入力すると前もって準備してあったカムというプログラムに従ってハネペンという出力機器から演算結果を出力するという意味で現在のコンピューターの遠い祖先とも言える。ジャケドローの時計工場は19世紀半ばにヨーロッパの戦乱及び後継者がいなくなったことから 閉鎖に追い込まれたが、新たな過去のオードケーシブランド復興をもくろんでいた、シーベルヘグナーとフランスはボデのグループが手を組んで、復活の準備を進め、1996年に、世界中に分散していた株式の大半を買い戻して、復興させた。シーベルヘグナーは、復興完了時点で手を引き、2000年スウォッチグループが、ボデより買収し、スウォッチグループに入った。 現在本社はラショード4にあり、文字盤にエナメルを使った貴重な時計ブランドとして知られる。ニコラス G ハイエック前会長の孫マーク A ハイエックが社長を務めている。ありがとうございます。